イレオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、プレバン限定仮面ライダーリバイスデラックス50ゲールバイスタンプです。はい、イガラシ兄弟の合体バイスタンプ来た。これ本当劇場版登場のみで終わらせるにはもったいないぐらいのかっこよさと勢いのあるフォームでしたよね。イガラシ三兄弟が強制的に悪魔を分離されて、しかも操られて自分の悪魔と戦う羽目になったんだけど、そのピンチにママさん雪見ママが覚醒して自分の悪魔を出して一気に悪魔たちを倒しつつ、3人が合体変身できるバイスタンプまでサンダーゲイルをベースに生み出したっていう、もうよくわからない状況でしたが、リヴァイとライブとジャンヌ要素が一体化してる仮面ライダーに変身完了するっていう流れも良かったですよね。あとめちゃ強かったし、そもそもバイスタンプの正面に嵐って書いてありますからね。ではレビューしましょう。イガラシ兄弟は3人とも50のポーズで変身しますので、50プラス嵐で仮面ライダーイガラシはマジでしっくりくる。そしてこれがサンダーゲイルバイスタンプが変質した仮面ライダーイガラシの50ゲイルバイスタンプね。やっぱ派手だな。カラーリング的にはリバイバイスのブルーとピンク系を使用してる感じでありながら、あ、でも瞳部分とかもライブ要素とジャンヌ要素あるんだ。へえ。で、ここがリヴァイか。で、この辺がバイスってことかな。あ、でも中の金とかも一応ジャンヌとか、そういう色味を持ってきてるのかな。この辺は映画だけでは気づかなかった。はい、中身はこうなってて、50ゲールバイスタンプ本体のみで、ベースとなったサンダーゲイルバイスタンプと見比べるとこうで、基本は本編もサンダーゲイルバイスタンプの形が変質したみたいな、そういう演出になっておりましたので、形状自体はベースとしては同じなんだけど、スタンプ面とかがレックスの口から雷エフェクトが吐かれてるものから嵐の文字に変わっておりますし、風と雷をモチーフとしたこの造形が、風はそのまま大きく嵐の新たな文字に変わってますね。いや、この形でもすごい綺麗。あんまり漢字っぽく見えないもんな。パーツが正面にはまってて、はい、改めてぐるっと見回すとこうで、赤外線送受信はありますので、受信バイスタンプ対応して発光したりするんでしょ。まずは単体サウンド、50ゲールと回転音。おー、鳴き声っぽいね。で、スタンプ音が、お、変わってる。で、半押しで待機音。しっかり専用音が鳴りますね。さらに長押しでセリフが14音。よーし、俺たちの家族の絆見せてやるぜ。おー、音質良くて音量大きい。あー、この辺も絶対入ってほしかったから満足。はあ、それにしても母ちゃんの悪魔強すぎだろ。ああ、絶対に怒らせちゃダメだぞ。俺も正直苦しいことばっかりだったよ。でも守ってきた人たちの笑顔が見られるから、俺は戦い続けられる。最後は思いっきり戦いたいだろ。安心しろ、あんたが守ってきたものは俺が世代を超えて繋いでいく。あ、そういえば今日母ちゃんの誕生日だったね。じゃあこの赤ちゃんと同じ、名前は。母ちゃん、のぞむくん、誕生日おめでとう。はあ、やっぱお風呂気持ちいいな。よーし、湧いてきたぜって感じの劇場版関連のサウンドが14音。では変身いきましょう。
ギターこれよこれ、仮面ライダーイガラシーで、この超絶明るい変身音めっちゃいいっすよね。これが仮面ライダーイガラシー変身状態のリバイスドライバーで、ちゃんとスタンプ面嵐の文字が浮き上がってますね。で、本編的にはボタンを押して起動からの押印してセットして、もう一回ボタンを押して倒してましたので、それを再現しましたが、セット後はボタンを押しても押さなくてもどっちでもいいですね。あとは、で、一旦変身解除して、長押しでセリフが鳴るってことはセリフを組み合わせてもいいのか。よーし、俺たちの家族の絆見せてやるぜ。変身めっちゃ好き。三位一体、俺たち兄弟、湧き上がる嵐は無限大、仮面ライダー、イガラシーですね。要はメロディーラインとしては一応リバイスの音声がベースになってますよね。じゃあさらに必殺。インフィニティフィフティストライクで連続ライダーパンチね。あと太陽のイガラシーゴーゴーも結構好き。さらにリミックス。はい、三兄弟のエネルギーが詰まった必殺スタンピングジャスティスリベラルフィニッシュで、全員分の必殺セリフがなりますね。要はこういう必殺もセリフと組み合わせられるわけでしょ。サクッと大事に一気に決めるぜ。ほら、すごい良くないこれ。うまいこと長押しと組み合わせれば、めっちゃ楽しめる。刺してから変身とかは？よーし、俺たちの家族の絆、見せてやるぜ。それは無理か。サンダーゲールのリバウスと比較すると、あーでもそんなに似てないか、メロディーラインは近いけどね。じゃあ10種バイスタンプ組み合わせてみましょう。ライオン。イガラッシュトルネード。ちゃんと色変わるかな、ブラキオ。あ、変わるね。イガラッシュトルネードは一緒か。ブルー、赤青だ。レックス。これは、青ピンクか。メガロドン。赤緑。コング。これは、水色と赤か？ジャッカル。
黄色とピンクかな？カマキリ。プテラ。あ、ちょっとかぶる色もあるね。イーグル。あ、ちゃんとこの色だ。パープルとグリーンね。なので一応は10種バイスタンプのそれぞれのそれっぽいツートンカラーにちゃんと切り替わりますね。音声は全部イガラッシュトルネード。じゃあ他のデラックスガングレンドは次の動画でやりましょう。はい、ということで仮面ライダーイガラシの変身バイスタンプのデラックス50ゲールバイスタンプを紹介しました。結局ママさんの悪魔何だったんだとか、なぜバイスタンプを生み出せたんだとか、そういうね細かいところはありますけど、そういうところは抜きにしてこれはイガラシ家のパワーなんだみたいな、そういう風に思わせてくれる勢いがありましたし、結局イガラシ家で一番怒らせていけないのは普段めちゃくちゃ優しいママさんっていうところも非常に良かったと思います。仮面ライダーイガラシのこの3人のアーマーがミックスされたような見た目も相当良かったしね。テレビ本編には登場しませんでしたが、今後映画でもいいのでチラッとまた合体変身とか披露してくれればいいな。おもちゃ的にもセリフと組み合わせてかなり遊べる仕様になってましたね。以上、プレバン限定仮面ライダーデリバイスバトルファミリアデラックス50ゲールバイスタンプの紹介でした。